2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているよね。とはいえ世界の海軍に目を移せば多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われているよな。そうだね。さて今回は原子力推進を機関とする航空母艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に現ロシア海軍のキイロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めているんだ。そもそも原子力推進方式の航空母艦をこの2023年時点で保有運用している国はアメリカとフランスの2国のみで、前者がニミッツ90隻、ジェラルド・アール・フォード級を1隻、後者がシャルル・ド・ゴールと合計でも12隻しかないぜ。しかしアメリカは世界初の原子力推進型の航空母艦として1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態ってわけだ。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計建造燃料交換が可能な唯一の造船企業なんだ。エンタープライズはアメリカ海軍のそして世界で初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっているよ。エンタープライズにはウェスティングハウス社製の A2 ダブル加圧水型原子炉が合計で8機も搭載されており、その撤去には一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも多額の費用が必要となってくるんだ。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを実際に記念艦として復元し、保存することの意義については意見が分かれている感もあり、実際に最終的な措置がどのように推移するのかの決定には未だしばらく時間を要すだろうね。ちなみにエンタープライズという艦名はアメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・アール・フォード級の3番艦として2022年4月に寄港されたものにすでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みだぜ。そして今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有運用中のニミッツ級の退役も50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りでその対象が増加していくらしい。ニミッツ級は原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体はわずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についてもその工数は下がっていると思われるな。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なく見積もってもおよそ1000億円弱、多ければその倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は優に通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵するようだぜ。さて続いての原子力潜水艦であるがこちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6か国が保有運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっているんだ。こうした中で西側諸国の中では、アメリカとフランスが退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるんだけど、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近なんだよね。それまでイギリス海軍は退役を迎えた原子力潜水艦を特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があったんだ。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3か国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、
オーストラリアはまずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達すると目されているみたい。その後、イギリスとの共同開発によって軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるんだけど、やはりその退役後の処分にはイギリス流のやり方が有力視されているよ。すなわちオーストラリアでは今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に経由して保管し、しかるべき時期を経た後に最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだな。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているんだと思うぜ。さてそんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月にアメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社はイギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表したよ。今回のこの両社の契約の目的はアメリカとイギリスの両国において、今後も退役後に原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されているんだ。前述したようにアメリカ海軍は2025年以降にミニッツ級航空母艦を順送りで10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越してその能力を高め、かつ同盟国や友好国にもその技術を戦略的に供与する意図がある模様だね。こうしてアメリアとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも、協調協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろうな。フランスとしては急遽のオーカスの締結によって、本来自国がオーストラリアと進めていた、シフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を保護にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうかと予想されるぜ。さてイギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられているね。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアだよ。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして1番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの経由保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け燃料と放射性物質の除去を実施するみたい。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている鋼材や部品は9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べているな。イギリス海軍はスウィフトシュア級より以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻も全て経由保管しており、今回のスウィフトシュアは予定では2026年内に解体を終えるとしているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第一潜水隊群と横須賀の第二潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属しているんだ。そしてその内訳は親潮型潜水艦8隻他に2隻が練習潜水艦に監視変更と総有型潜水艦12隻。そして最新鋭の太平型潜水艦2隻が運用されているな。なお、太平型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているぜ。
さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を示している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、そういう型の11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、そういう型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだんだ。しかし、そういう型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたな。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているぜ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったけど、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の対艇型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたよ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているね。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたんだ。基準排水量1870トン水上排水量2185トン水中排水量2400トン全長 70.26 メートル全幅 7.6 メートル喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人。水上最大速力12ノット水中最大速力20ノット先行深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、シクーケミは2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているな。そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、艦種選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているというぜ。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているみたい。しかし、近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、
可能であれば12隻の導入を考えていると見られているね。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能所言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどなんだ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているってわけ。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は、総流型の11番環応流と12番環応流から搭載されているリチウムイオン蓄電池だな。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるぜ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し重放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性持っているわけだ。また、艦体の外観上の特徴としては総流型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているよな。これまでの潜水艦の舵は艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦体の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回答と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だね。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦体の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦体の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら総流型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって操舵員が、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対艇型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対艇型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。川崎重工業ではコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しているよね。このギガセルを応用することで、航空母艦における艦載機発艦時に使用する電磁式カタパルトに使用できるとの主張を、
2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023にてパネル展示したぜ。さて今回はこの大容量電池を空母の電磁カタパルトに転用可能な件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。DSEI Japan 2023とは国内で開催される防衛関連イベントとしては大規模な防衛セキュリティ総合展示会で、防衛省外務省経済産業省防衛装備庁海上保安庁などの日本の防衛関連省庁の全面的支援のもとに2019年から日本で開催されているよ。今回の DSEI Japan 2023は2019年に続いて2回目となり、防衛セキュリティ産業に関わる多数の企業が前回を上回る規模で一堂に会し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有して防衛装備品におけるイノベーションを巻き起こす場として期待されているんだ。川崎重工業では、グループ企業である川崎モータースが開発して製造販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセルのパネル展示において、航空母艦の飛行甲板から艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトを電磁式カタパルトにする際の電源として、使用できると説明したパネルを展示したね。ニッケル水素電池は、乾電池型充電池やハイブリッドカーの電源として、あるいはデジタルカメラや携帯音楽プレイヤーに一部のノートパソコンの電池などとして広く普及している蓄電池で、川崎重工業が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、これまでにない高速充放電が可能な蓄電池として瞬発力に富む次世代を担う蓄電池だぜ。現時点においては日本国内の路面電車や、太陽光風力発電などの自然エネルギーの出力安定化に役立つ地上蓄電設備として利用されるなどしていて、環境へ十分な配慮がなされたエネルギーの有効利用、CO2 削減などに貢献する地球に優しい電池として期待が寄せられているな。その特徴としてはまず、バイポーラ 3D 構造によって電池のセル容量やセル数を増やせるために大容量化が簡単であることが挙げられているよ。このバイポーラとは、隔壁によって直列に接続される複数の単セルによる構造によって、セルの表及び裏面がそれぞれ正極と負極になる構造のことで、セルの厚みを薄くすることができるほか、断面積の大きな隔壁によってセルを接続させることによるエネルギーのロスを最小限に抑えることができ、モジュール内に直列させるセル数を増やすことができるものだね。さらにギガセルは内部抵抗が小さいため高速充放電が可能なこと、長時間の使用が可能で耐久性が高いこと、環境や人体に影響を及ぼす可能性が高い鉛水銀カドミウムなどの有害物質が使われていないこと、常温で作動が可能なために設置場所に制約がないこと、電池内の電解液が水溶液系のものであるため発火する心配がないことなどが利点として挙げられているよ。路面電車の直流電化区間における地上蓄電設備としては、このギガセルのモジュールを40個直列に接続することで架線の電圧 1500V を満たす電力を得られており、架線の電圧低下時のサポートや停電が発生するなど有事の際に、緊急停車した電車を最寄り駅まで移動させるための電力として用いられているほか、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するために変電所などに設置されているぜ。川崎重工業の提案では空母の電磁カタパルトの電源として使用するには、電圧約 36V で容量 5.4mW ギガセル 30K7 型のモジュールを300個によって 32MW の高出力をできるとして、これらのモジュールを艦内の格納庫のようなスペースを確保してキャビネットに並べて設置するとしているらしい。これによって電磁カタパルト用のための発電用ボイラーを設置するよりははるかに小スペースが実現でき、しかもニッケル水素蓄電池はリチウムイオン蓄電池と違って発火する危険がほとんどなく、空母が万一被弾したり艦内に火災が発生したりしたとしてもダメージコントロールをしやすくなるというよ。電磁カタパルトはこれまでの主流だった蒸気カタパルトに代わる、エネルギー効率が良い新たなカタパルトとしてアメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められており、
2022年時点でアメリカは実用化に成功して2ミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に搭載したんだ。また、中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したとして、2022年6月17日に進水して現在偽装工事が進められている003型空母復権に搭載したとされ、2024年1月時点でその電磁カタパルトから艦載機発艦させることに成功したとしているのであるが、それを裏付けるような動画や画像は公表されていないぜ。現時点ではまだ主流の座にある蒸気カタパルトはこれまでにアメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているね。アメリカ海軍の2ミッツ級原子力空母の場合、飛行甲板には4畳の蒸気カタパルトを設置しているが、これらは少なくとも 99.5% の確率で最低でも1畳が稼働できるとされ、洋上の空母においてはこの上なく信頼できるカタパルトなんだ。しかし信頼性とは裏腹の欠点もあり、蒸気カタパルトにおける射出の際のエネルギー変換効率は 4-6% とされ、出力を制御することが困難であるために重量が軽い無人機などを発艦させる際に、出力が強すぎて射出に失敗するなどの失敗が報告されているぜ。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているイーマルスの場合で、設計上では 90% の変換効率を達成することが可能であり、そのため大型で重量がある戦闘機から小型で軽量の無人機まで、多種多様な艦載機をそれが必要とする最適な発艦速度で射出することが可能になるらしい。しかし、これまで電磁カタパルトは大きな電力を必要とすることから通常動力の空母では無理とされ、その膨大な余剰出力から発電力を確保できる原子力空母でなければ搭載は不可能と言われてきたな。そのため中国海軍の003型空母復権も建造当初から電磁カタパルトを搭載するとの情報が出ていたため、原子炉を搭載して中国海軍初の原子力空母誕生となるのではないかと噂されていたのでるが、結局は通常動力型の空母であることが判明し、中国側が電磁カタパルトだと主張しているのも証拠動画や画像が公表されていないことから、本当は蒸気カタパルトなのではないか?と疑う声も多く上がっているよ。電磁式カタパルトの利点はまだあり、発艦させる際にシステムの起動が早く、蒸気式ではボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するために、ボイラーからカタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに蒸気を送り込む際に、熱膨張によるパイプや機器の破壊を防ぐため配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気する必要があるのだが、電磁式ではそのような事前の保温が不要なのも利点だね。また、蒸気式ではボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が待機している間に冷めて水に戻るのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターを保温しておく必要があり、そのためにエネルギーロスが発生していたぜ。そして、電磁式の最も大きな利点は発艦間隔の短縮が可能なことにあり、電磁式では45秒で再充電が完了するため、電力が確保されているのであれば理論上は1分で2機が発艦でき、通常で2分に1機の間隔で発艦可能な蒸気式よりも短時間でより多くの艦載機を発艦させることができるってわけだ。このように膨大な電力が必要とされ、原子力空母でなければ運用できないとされてきた電磁カタパルトだが、川崎重工業のギガセルでその電力を賄うことができるとするならば、日本の海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル並走で発艦させることが可能となり、防衛省では今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。